ますよね。やろな、東からの風が吹いて東からの揚げ潮やから、多分表面が滑るでしょう。短いな。このくらいがチヌズリの土の長さやな。ふたひろ、ネサドリ巻き、少しでも遠くに。ナイス戦闘、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 ナイス戦闘。はい、何回かな。頭を外す、ポッポは戦闘。余裕ですね。やったと。こっちに来よ。今白髪に来よ。これ三ポイント。あ、ああ、嘘。切れた？切れちゃうんじゃないか。なんで？なんか触れたんだろうね。あ、ザラザラここ。背があったんかな。チルじゃのによ。手応えは結構大きいですよね。いや、大きいな、大きいよ。これわかる。ザラザラ。本当や。なんで？ザラザラよ。駆け上がりの部分じゃわ。余裕かましすぎましたね。いや、あんな引きで もっと曲がるはずやけんさ。お前6分向きゃ7分目の引きやけん大したことねえけど。耐えられん。うなだれて地合到来。嘘。逃げた。マジで。あ、逃げた。本当に。うなだれちゃう。ちょっとな、もう あれじゃなかなか潰れんけんな。遠投性能上げるためににぎにぎやってます。やってます。ああ、なんかトーナメントの時池永さん見よう見てや。久しぶりやな、池永さんがこう大急ぎで餌作るの見るの。大会でしか見られん。一文字で見るとは。お、はいはい。これがトーナメンターの技。すごい。お、はい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 。人間ミキサー。人間ミキサー。はいはいはい。そんな技があるんや。そっか、バッカンひっくり返した方がいいわな。そりゃそうやわ。おおおお。G杯の決勝見てや。思い出す、 G 杯2連覇。あの時もこんなでした。うお、すげえ、足長え。
うわ、足長い。さっきよりもやっぱ魚釣れるとやっぱ足の長さ変わりますね。変わるよ。ねえ。一気に上がった今。どっからしようじゃねえかった。さあパターンを掴んだら強い。ああもう全然飛び出した巻きが。外さんでください。